演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら羊羹巻きというお菓子を食べてみたいと思います。あー、これ確かにこれも長崎がどっかのご当地お菓子だった気がするんですよね。どういう感じなんだろう。はい、こんな風に個包装になっていますね。では何で巻いてるんだろう。羊羹ってやっぱりあの羊羹なのかな。それでもね、また違うのか。なんか結構硬いですね、やっぱり羊羹。その側は、完食だとよくわからないです。では食べてみます。いただきます。どら焼きとはまた違った美味しさがありますね。歯ごたえがあるのがいいです。もっと大きなサイズで食べたいです。外側の生地は薄めのどら焼きのような味わいでしたね。で、中に入っているあんこは羊羹なのでちょっと弾力があって歯ごたえも感じることができて、ただあんこを食べてるのはまた違った美味しさがありました。まあ、それが羊羹なんですけどね。みんなは羊羹を包んだどら焼きといった感じでしょうか。ご放送なのでみんなで分け合って食べ合うのもいいのですが、食べていくうちに今度はこういう大きなので食べたくなってきちゃったなと思ってきましたね。こういう大きな羊羹巻きっていうのもあるのかな、探したら。というわけでとっても美味しかったです。なのでこちらの点数とさせていただきます。次は大きいの探したいな、ほんと。では ビール手に花火見るのに雨降るよ。せっかくの花火が残念ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。